Thank you, you too! ということで、始まりました。ペンタチャンネルのペンタでございます。今日はね、これを食べていきたいと思います。いや、作っていきたいと思います。作って食べていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。料理の方ができました。で、これ見てくださいよ、これ。まず、白いご飯でしょう。これリクエストありました。白ご飯食べてほしいってことで白ご飯を持ってきました。これももちろんうまいよ。はい、なんだけどこれですよ。さっきご紹介したなんだっけな、チキンタルタル照り焼き鶏ですね。その下にトマトがを入れときました。匂いは焼肉の鳥みたいな匂いですね。で最後に盛り付け後にタルタルソースをかけていきたいと思います。これうまいですよ。はい、こんな感じになりました。すごいですね。美味しそう。それではいただきますと。はい、これですよ。これタルタルソースがかかったこれです。いただきます。やっぱり自分で作った料理は最高ですね。トマトもいただきます。このタルタルソースがねトマトにも合ってねすごいいいですね。これトラッタ焼き鳥ですよ。一人じゃないけど、いきますよ。これがすごいですよ。これです。ご飯に混ぜるだけ。タコライス。これを混ぜていきたいと思います。すいません。超汚い。水準は。混ぜるだけみたいですね。これをありがたいですね。お母さんがこれを送ってくれました。ありがとう。これでいいのか。ちょっとね、見た目はあんま良くないんだけどこんな感じです。ちょっとね、色が伝わるかわかんないけどね、なんだろうな、チキンライスみたいな色ですね。すごい美味しいんですよ。なんだろう、ひき肉が入っていますし、ミートソース、スパゲティのミートソースみたいな、そのような味わいがありますね。これはご飯に合いますね。やばいですよ。超贅沢な料理です。そしてこれが鶏の皮の部分、見ていただきたいと思います。幸せでそう。そうそう、僕水がねすごい大好きで、水超大好き人間ですから、これをねいつも近くに置いて水満タンに入れて常に注いではいて飲んでみたいな感じのことを、水は大事ですからね。下の方混ぜ
混ざってなかった。こんなね、小さなひき肉が散らばっております。どうしたよ。だいたい今作ったああいう惣菜の元の料理って3人前とか4人前って書いてあるんですけど、だいたい僕2回ぐらいで作っちゃいますね。でもフライパンに持ってますけど、あと1回分、1食分ぐらいしかないです。そのぐらいの勢いです。そうなんかね、皆さんも自分で作った料理食べてみてはいかがでしょうか。今日はペンタチャンネルのペンタの、お届けしました。